その頃私は16歳だった。1833年の夏のことである。今思い返してみると、女の姿とか女の愛の面影とかいうものはほとんど一度もはっきりした形をとって心に浮かんだことはなかった。この予感、この期待は私の骨の髄まで染み渡って、私はそれを呼吸し、またそれは血の一滴一滴に宿って私の血管を走り巡るのだった。なんすかこれ、初恋？ああ、鉄仮面の野郎がよ、俺にくれたんだよ。夏休みの間に読めって。大変っすね、明日から補習も始まるっていうのに。胸の中は小人が叩いてる。はい？いや、こないだからよ、時々胸の内側を小人がトントン叩いてやがんだよ。マジっすか？ちっくしょう、小人の野郎！もう触るんじゃねえよ。むしろ心地いいんだ。榊君。何や？よし、俺は関東エーゲ海若頭榊真希夫だ。27歳、さそり座。現在訳あって高校に通っているが、ようやく花の夏休みだ。分かったからちょっと待ってろ。もう行っちゃおうか、行っちゃおうか。兄貴でも読書。はい。バカ野郎、せっかくの夏休みだ。今日はみんなポイントだ。わかりました。はい。何？バカ。ボスがお呼びです。親父が？はい。1学期の通知を持ってくるようにと。え？なかなかカラフルな通知表だな。個性的で人間味あるお子様です。学級委員に立候補するなど積極的な面も見られ、欠席もなくユーモアあふれる行動には新鮮な驚きを隠し得ません。あとは勉強をもっともっと頑張りましょう。自分の人生は自分で切り開くしかありません。良い夏休みをお過ごしくださいか。自分の人生、美しい字だ。きっと美しい先生なんだろうな。いや別に、ただの鉄仮面だ。鉄仮面？うん。まあ、いい夏休みを過ごせ。なあ、補習を頑張るんだな。本当だろうな、ボス。うん？高校卒業したらこの組継がしてくれんのか。出なかったらマジでこんなことやってらんねえぞ。大丈夫だ。大学まで行け。えっ？とまでは言わないさ。しかしこの成績では高校もどうかな。兄さん。あ、幹雄。父さんただいま。ああよく帰ってきた我が息子よ。暑くてびっくりだよ。日本も夏なんだもん。来年の春までに卒業証書を持ってこい。それができないようなら三代目は弟の三木雄に継がせる。貴様は破門だ。それまではのんびり夏休みを満喫する。あ、車買おうかな。飛行機乗る前に買ってた株がヒットしてね、700万も出た。そうか、うん、そんな早速ビールを手配しじっ。やべえ、非常にやべえぞこりゃ。あ、何や、誰もいねえぞおい。あ、夏休みか。なんか胸大きくなってない？私も思った。明日から北海道旅行行かせていただきます。あ、そう。夏休みだもんね。はい、カニ買ってきます。どいつもこいつも夏気分か、この野郎。あ、南先生。今夜映画でも見に行きませんか？え？いや、これ海の映画なんですけど、素敵な。鉄仮面まで夏の恋に浮かび上がって。いいえ。海の生物を拝見したいのは山々ですが、私には補習があるので。相手は前代未聞に頭の悪い生徒で、この1週間私もそれなりの準備と覚悟で臨みたいんです。鉄仮面、そこまでしてこの俺のために。あ、先生、おはようございます。おはよう。さあ、補習始めるわよ。はい、ありがとう、鉄仮面。いや、お前を鉄仮面と呼ぶのはもうやめよう。ほほう、よく見りゃなかなか美人じゃねえか。何？いや、今日は榊君の学力に合った教材を用意しました。え？こんなにたくさん？他の先生方に迷惑かけるわけにはいかないのよ。担任教師としてあなたをこの1週間基礎から徹底的に叩き直します。叩きのめす？叩き直すよ。はい。ABCDEFG、もっと大きな声で。 HIJKLMS。 ポテトじゃないのよ。 LMNLMSN。 これは負の数でしょ。同じ間違いしないの。せいしすするすれしゃがれ。違う。もう一度。せいしすするすれぶっ飛ばせ。違う。漢字の書き順が違う。寝ないの。はい。もしかして。ほら。榊くん。で、これが家でやってくる宿題。では明日も頑張りましょう。では失礼。ようかい、鉄仮面め。絶対海に沈めてやる。この番組は日産自動車、ドコモグループ、コカ・コーラ、明治製菓、キヤノンの提供でお送りします。今日で補習は終了です。1週間よく頑張ったわね。お世話になりました。何かしら、この気持ち。なぜかしら、この胸騒ぎ。あれ、南先生、いつの間に眼鏡戻したんですか？あ、はい。素顔素敵でしたのに。いえ、男子生徒にじろじろ見られてしまって。え？あんな野獣みたいな目で私を見るなんて。若、お勤めご苦労様でした。ご苦労様でした。ああ、辛い1週間だって。あの無所から出てきた模範囚になって気分だ。ほら見てみろ、ルの字も疲れてお前ヘニヘニに溶けてるぜ。本当だ。おかず、教えてやろうか。へお前聞いて驚くなよ。へあれはな、えって読むんだ。恵比寿だこの野郎。すっげえ、さすが兄貴。よっ若、学級委員模範囚。いや、これで本当の夏休みですね。しかし若、この受験対策強化講習というのは参加しなくてよろしいですか？よく見ろ黒い、受験対策って書いてある。しかも参加は自由だ。俺には関係ねえ。はい。夏休みまで勉強なんて気が知れねえぜまったく。今週の予定どうなってる？はい。助っ人に来てほしいという構想中の兄弟分が2歳います。あとは関東の若頭大集会が軽井沢で。軽井沢か。はい。軽井沢は長野県だ。長野県の特産品は梨とブドウとしめじとなめこ。よし、秘書がてら行ってくるが。兄貴、ああ、このチャンペンはこれ貸してあげる。だから頑張ってね。どうしました若？胸の中の小人が。ちくしょう、小人の野郎、表出ろこの野郎。黒い、なんだこの胸の痛みは。はい、なんでだ。なぜ空は青いんだ。なぜ夏は暑いんだ。信号はなぜ赤青黄なんだ。勉強してみて分かったが、世の中はまだ俺の知らないことばかりだ。あれ、兄貴の学校の先生だ。真に喜ぶ男と書いて牧雄くん。学校はね、何でも学べるのよ。国語でも数学でも愛でも友情でも。何でも学べる。そして俺はなぜかまた学校に来てしまった。受験って感じだね。マッキー、おはよう。あ、おはようございます。おはようマッキー。おはよう。おはようマッキー。おはようございます。すみません。はあ？え？榊、あんたねえ、何しに来ちゃったわけ？マッキー、強化講習は来ないと思ってたのに。ああ、いや、ああ、まあおはよう。ギリギリセーフ、前にあった。おはよう。おはようございます。はい、みんな座って。受験にあたりまして勝負はこの夏休みから始まると言って過言ではありません。この1週間、心身ともに鍛え頑張ろう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 。思い起こせば25年。すげえな、強化講習ってのは。まあ試験まであと半年だからね。その頃私は18歳、皆さんと同じ高校3年生でした。ああ高校3年生。それではアグネス体操始め。じゃあこの問いはフレミングの左手の法則使ってね。結構前に勉強したからみんな覚えてっかな。これ榊君、それグアシだよ。それエンガちゃん。マキ、それキツネだよ。Mother was occupied with her work. マダーはおっぱいうにょにょ。お母さんは仕事でいっぱいです。お母さんは忙しいという意味です。マザーはおっぱいがいっぱいで忙しい。なるほど。preoccupy はいっぱいいっぱいもう夢中という意味です。プリッとおっぱいはもういっぱいいっぱいで夢中。なるほど。やっぱ特別講習ってのは難しすぎんだ。全然わかんねえぞこりゃ。へえ、大変なんだな受験ってのは。え、マッキー受験しないの？ああ、ありえねえ。俺は卒業さえできればいいんだよ。組の影を継ぐためにね。じゃあどうして来てるの？いや、それがまあ俺にもわかんねえんだよ。榊君、はい、ちょっといいかな。はい、ちょっと、はい、うん、牛？うん、去年から学校で飼っててね、搾りたての牛乳が飲みたくてね。でもこいつてこでも動かないんだよ。1時間ほど理事長と打ち合わせがあるんだ。その間ちょっと見ててくんないかな。つるげねえ。いや、可愛いだろ。つるべ。うん、頼むよ。な、よろしく。ツルゲーネフね、人見知りするけどね、頼むよ。可愛いって。お前うまそうだな。おい、なんだよ見てんじゃねえこの野郎。なめんなよ。はあ、卓球行こうよ。さよなら。おかえり。どうも。榊君が来てたからびっくりしちゃった。え？勉強あんまり好きじゃないのかなと思ってたから。はい。難しすぎてちんぷんかんぷんでした。はい。そっか。あ、でも知ることは楽しいっていうか。楽しい。はい、簡単な問題なんかでもちょっとでも分かると嬉しいっていうか、まあもともとバカなんで。へえ。あ、そういえばこれ。あ、これ返すの忘れちゃってて、テストの勝負ペンって言ってたからないと困るかなと思いまして。ありがとう。なんか榊君って不思議。え？みんなが受験って仕方なく勉強してるのに、榊君は知るのが楽しいなんて。なんかそういうのって前向きだなと思って。いや、そんな。あ、そうだ、教科講習の最終日ってね、夜に肝試しがあるんだよ。ああ、肝試し。そう、講習の打ち上げみたいな感じで毎年先生たちがやってるんだ。それも楽しそうじゃない？ああ、マッキー。ああ、カレーお待たせ、ごめんね、帰ろう。うん、じゃあね。またね。バイバイ、じゅん。お、じゃあね。じゃあね。あ、もしかして今僕邪魔だったよね。いや、そんなことねえよ。来てくれて助かったよ。なんていうか、何話していいか分かんないからさ。へえ、そっか。何なんだこの胸の小人は。なあ黒井。はい。太陽が西に沈んでる。はい。太陽は通常西に沈むもんです。でも確かバカボンでは東に沈むって言ってさ。そっか、バカボンは嘘だったのか。危うく騙されるとこだったぜ。はあ、なんで夕日はあんなに赤いんだろう。そんなことに感動できるとは、きっと学校には和歌を刺激する何か素晴らしいもんがあるんでしょうね。素晴らしいもの。しかし和歌、楽しいのも結構ですが、そろそろ頭を切り替えてください。今から幹部会の総会です。総会？こんな時期にか。はい。三木お坊ちゃんの帰国パーティーを兼ねて。三木お坊ちゃんの大学院での専攻は経済学。帰国されてからというもの、組の中では三木お坊ちゃんの方が三代目にふさわしいのではないかという、そういう意見も出ています。あのもやし子がか。はい。健康状態も今までになくいいようで、大丈夫ですよ若、無事に卒業さえすれば。ああ、分かってるよ。ああ、青春よ青春よ、お前はどんなことにもかかずらわない。お前はまるでこの宇宙のあらゆる財宝を独り占めにしているかのようだ。ミキよ、驚いた兄さんがツルゲーネフ読んでるなんて。ツルゲーネフ？ああ、これか。高校行ってんだってね。戻んなくていいのかよ、お前のパーティーだろ。ああいうの苦手なんだ。ヤクザの世界に興味ないし。ああ、お前は昔からそうだったよな。俺はボスになりたくていやいや高校行ってるっつうのに。だよね、兄さんもう結婚したっていい年頃なの。結婚？そうだよ、いい人とかいないの。そうだ、最近高校生のガキンチョに囲まれてすっかり忘れていたが、俺はもう27歳だった。夏休みの間は家業に専念して、弟に負けねえようにボスになることだけ考えてりゃいいんだ。分かってる。なのにどうしてまた学校に来てしまうのだろう。なぜ雨が降るんだろう。やっぱり今日は帰ろうかな。榊君？ああ、梅村さん、どうしたの？傘忘れたの？ああ、いや、傘持って歩いたことないもんで。え、そっか。じゃあ一緒行こう。えね。あ、はい。そんなに離れてたら濡れちゃうよ。あ、はい。まただ。また心の小人がどんどん大きくなってる。はい、いや、なんでもないです。すいません。そっか。そうだ、女に関して百戦錬磨のこの俺が小娘に動揺するなんてありえねえ。でもこの胸の痛みは、この嬉し恥ずかしの痛みは一体何なんだ、この野郎。夜までに雨が止むといいですね。予報だと昼までに上がるって言ってましたよ。でけたどうですかこれ。ああ、いいですね。結局最終日の今日も来てるんですよ、榊君。あ、そうですか。南先生の熱心な指導でようやく受験生としての自覚が芽生えたんじゃないですかね。だといいんですけど。もしかして学校に好きな子供できたとか。ああ、高校生ってよくそういうことってありますよね。多感な年頃ですからね。 98% が異性の関心からできてますから。まあそれでも勉強意欲が増えて学校が好きになってくれれば、むしろ好ましいことじゃないですか。全く異性の関心なんて何言ってんだか、受験生が。大丈夫、榊君。はい。あ、本読んでくれてたんだ。どう？面白い？いや、内容はよくわからないんです。そう。なのに読んでると胸が苦しくなるんです。え？何なんだこの気持ちは。胸が苦しいって何よそれ。あ、雨上がった。肝試しできそうだね。肝試しとか面白くないよ。お、だって先生たちがお化けやんだよ。きっとすっごいしょぼいと思うよ。まあでもさ、これから先は受験でもう楽しいこととかないだろうし、今日の夜ぐらいは楽しもうよ。まあそうなんだけどさ。それに一緒に回る男子によっては楽しいかもよ。男子？なんかくじ引いて男女ペアでもあるんだって。え、何？男女ペアなの？それで毎年カップルとかできてるらしいよ。マジで？私ちょっとやる気出てきたんだけど。でもさ、それで榊とかだったら最悪じゃない？最悪かも。あいつ声でかいしね。私、榊君がいいな。え、あ、そういうんじゃなくて、ほら、あ、榊君体大きいし守ってくれそうかななんてね。なんて怪しすぎる言い訳。本当にそういうんじゃないんだってば。なんで榊なんだよ。梅村が榊ってありえないっしょなんであんなやつ。射程のくせして俺の心のアイドルを。え、星野さん特別講習来てないのに。うるせえ。星野君はな、実は今日は肝試しのためだけに来てるんだ。うるせえ、それを言うなよお前。はい、みんな座って。今肝試しのくじ引きをします。え？くじ引き？2番。よっしゃ、俺だ。はあ？で俺にはとお前なんだよ。もう分かってないんだから。おう。そ。えい。よろしくお願いします。あ、ハートの6ってひょっとして桜小路？え、よろしく。まあせっかくだから楽しもうよ。うん。7番って。僕です。え？よろしく。私怖いのとか苦手なんだ。大丈夫です。僕は全然怖いものとかないですし。そっか。はい。ねえ、マッキー。ん？今さ、好きな子とかいるの？ん？いや。そうなの？いないの？考えたことねえな。まあ女にも困んないしね。そうか、マキモテるんだ。まあね。まあほら、気に入った女なんか適当にグッと引き寄せりゃもう俺のもんじゃ。いや、いいか。女ってのはな、物欲しそうにしてる男をな、見下すもんなんだよ。そうなの？ああ、間違いねえ。ほら、男から積極的になんていうのはな、モテねえゲスのすることなんだよ。お前、男は焦らず構えてろ。要は余裕だ。焦らず構えてりゃ女はおのずと向こうからやってくる。これは高木の左手の法則だ。なんてデタラメな。ってことはさ、クラスの女子とか興味ないわけ？ありえないありえない。俺はな、ムチッとプリッとの大人の女が好きなんだよ。そっか。そのはずだ。まあ恋愛とかに浮かれてる時期でもないしね。それはどうかしら。水島先生、ね、本当の恋愛というのは受験やお化けよりも恐ろしいものよ。え？恐ろしい？そう、恋が落ちたら止まらない。気がつくと脳に火がついて、それが体を駆け巡り、つま先まで一気に降りてくるの。目が合うだけで血液や波打ち、心の中の木こりがでかいハンマーを持って胸の中を内側からガン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 と。木こり、小人が木こりに。なんか想像しただけで痛そう。そうよ、痛みなのよ、本当の恋っていうのは。恋なんじゃそりゃ。いいのお兄さん、あれで。兄さんは強くて傲慢で、それが取り柄だったのに。あれじゃ牙の抜かれた虎みたいになっちゃうかもよ。そんなことはない。あいつは大丈夫だ。どうかな。兄さんのあんな姿見るくらいなら関東エーゲ海は僕が継ごうかな。何？冗談だよ。黒井さん、兄貴は本当にボスになれるんですかね？何言ってんだ、カズ。若は少しずつだが友達も増え、美しい先生にも恵まれ、学校を楽しみ始めてる。きっと無事に卒業してくれるさ。だからそれが怖いんですよ。兄貴がどんどん学校楽しくなってるみたいで、なんか遠いところに行っちゃうみたいで。の番だよ。はい。なんか雨で足場悪いね。はい。なんか顔になんか濡れてたね。榊君、こんにゃくだよ。え、ああ、大丈夫？もしかしてちょっと怖いんでしょ？いえ、とんでもないです。でもなんかこう胸がこうバクするっていうか。大丈夫、私今案外怖くないから。え、ほら。心臓が飛び出しそうだ。ああ、メジャー。高木君、どうしたの？この先はどうだ。冷ますんじゃねえぞこれ。すいません、ごめんなさい。本当の恋愛は受験やお化けよりも恐ろしいものなの。今さ、好きな子とかいるの？心の中の木こりがでかいハンマーを持って胸の中を内側からガン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 と。木こりが。榊君？さて、私もそうだったんだ。ほんのつかの間立ち現れた私の初恋の幻を、ため息の一月、裏悲しい感触の一息吹を持って、見送るか見送らないかのあの頃は、私は何という希望に満ちていただろう。何を待ちも受けていたことだろう。何という豊かな未来を心に描いていたことだろう。ごめん。今の榊くん？俺の胸の中をもう叩くのはやめてくれ。これは初恋なのか、この野郎。そうも船を漕いでゆけ、お前のただ漕いでゆけ。お前が消えて喜ぶものにお前のオールを任せるな。その船は今どこにふらふらと浮かんで試験の時間なんだ。何を裁くはかりなんだ。何を狙って付き合うんだ。何が船を動かすんだ。何の試験の時間なんだ。何を裁くはかりなんだ。何を狙って付き合うんだ。バカが失恋。肝試し途中で逃げちゃったんだって。逃げて悪いよこの野郎。この学校を卒業しないとお父さんの仕事が継げないんだよ。文句なんかねえよ。おとなしく学校行きゃいいんだろ。行きゃあ。黒井さんお願いがあります。この番組は日産自動車、ドコモグループ、コカ・コーラ、明治製菓、キヤノンの提供でお送りしました。